君になら奪われてももういいんだ。すごいびっくりしました。正直に言うと一曲だけ作ってください、プロデュースしてくださいっていうのは今まで何度かあったんですけど、男性アーティストってあまりお受けしたことがなくて、2人目ぐらいの男性アーティストさん でしかもアルバムまるっとだったんで、アルバムまるまるのプロデューサーってどんな感じなんだろうイメージから思い出したりして、でなんか私のデビューの時のプロデュースは坂本龍一さんだったので、私のプロデュースの時って思い出したら、まあ自由にやってください、大関税教授は出ていくとかなんかそういう感じだったんで、それとまた違うなと思って、驚いた後になんかリサーチするところからちょっと始まった、プロデューサーとはみたいな。そうですね、なんか本当に曲によって声色とか年齢とかも本当に自在に操れるんだなっていうのもあったし、作った方がそのままこう男性の作曲家の方だったらそのまま歌を仮歌を入れてくださってるんですけど、結構その方の歌にも寄せていったりもできるし、そこから離れたりもできるし、マジカルな感じだなと思って。 ありがとうございます。美しいです。あと井上さん的に、まあ合わせてみて、タイムテーブルっていう曲がちょっとポジティブな解釈にしたいなと思って、今ってすごいこう人と会ってる時とかでもスマホを見るじゃないですか。自分の時間をその人にこう全部こう注ごうとしないっていうか、私の場合ね、自分の猫とかもう遊んでよって言ってるのに、ちょっと待ってみたいな感じだったりするのがすごいいけない、良くないなと思って、でも一緒にいれる時間って限られてるじゃないですか。で後でやっぱり後悔するのかなと思って、この曲の場合は自分でこう全身全霊で例えば向き合おうって決めたら、なんか自分の時間をあげようって、今日歌入れ最終日だったんですけど、今日も井上さんが決めてくれて、全然こう性格の違う2曲なんですけど、もうそれぞれの曲の雰囲気をバッチリ掴んでくださって、やってて楽しかったです。すごくもう一人暮らしもう一人の吉田さんを呼び出そう、はい、もう一回爆発しちゃう、この中で目を閉じてダイブしたって